どうも、名義です。ですね、本日は割と実際にこれを使って、私はソフトウェアのセールスで、まあ売り上げではねちょっと勝てなかったんですけど、一応世界2位になりましたこんな安かかよっていうこんな安かかよっていう。でまあトータル評価で言うと1位だったんですけど、まあまあそこは結局ね1位になれなかったんで、それはいいとして、そんな話はどうでもいいんですけど、その時にその時期に読んでた本、今割とですね中古で買うとですね割と安いんですよ。びっくりしましたね。でそこら辺をちょっと、とりあえずおすすめはワンパッケージとして買った方がいいと思います。ワンパッケージってか、今回はその何冊かあるんですよね、まあ、7冊おすすめします。まあそれを読んでいただいて、ちょっとまあ理由もあるのでちょっとそれを説明しながらお伝えします。まずですね、まあこれはお掃除でもいいですよ、まあ、ちょっとボロボロですけど、人生がときめく片付けの魔法。これ仕事の能率が下がったり職場が汚かったりすると仕事の能率下がるので、プラスアルファでこれは買いました。でこれは、1400円で買ったんだけど、今ブックオフでこれは200円です何なの、まあ、いいな、安くていいですね。これめちゃくちゃいいです。はい、どんどんいきましょう。ですね、次は私はこれリフレクション、リフレクションのことも書いてありますし、ハーバードの人生を変える授業、なんて言ったらいいのかな、行動することが大切であるっていうことであったりとか、学んでそれに関してリフレクション、すぐ行動に移す、ただ学ぶだけではダメですよっていうことであったりとか、何事の目標というのには適切なところに設定する必要がありますよ、だったら人間関係を見直す必要がありますよ、でプロセスを楽しむことが必要ですよとか、なんだろう、すごく本当に基本的なことというか、基本的っていうか知らないよねっていう、学校とかではまあ教えてくれない、まあでもまあこれ幅が大学ですけどっていう本です。これはぜひぜひ読んでください。これは人生変わった本です。で200円安いよな、定価1600円なんですよ。200円で中古で売っております。今ブックオフで先ほどサイト見ましたんで、次いきますね。でその時ですね、やっぱ私ソフトウェアのセールスやってたので、まあうまく伝えれないなっていうこともあって、これを買いました。その時伝える力、池上彰さんですよね。これはもう面白くて速攻で読みましたね。買ってその当時地下鉄とか乗って、家に着くまでの間に読んだふわーって歩きながら読んで、時間がなかったから歩きながら読む、で家に着くまでに1冊読み終わって翌日じゃねえや、どのタイミングだったかな、またちょっとしばらく空いてからに良かったんですけど、私はこれもこれも200円だね、安いね安いっすね。今ちなみになんかセールやってるみたいです。セールなんか新春セールみたいなやってるみたいで、1800円以上だと200円割引になるっていうんですけど、まあ必要なもの以上は買う必要はないと思うんで、それはお伝えします。でここがちょっと結構きついのをいきます。これ営業の神様、ジョージ・ラードですね。この人はどういう人かというと、ギネスブック
に乗ってる人です。で私も実はセールスの最初の時、まあ実はもう何もないよね、もちろんさ、やったこともない職種だったから売れなかったのぶっちゃけ全く売れなかったの、ほんとマジで、ほんとマジで、あのね、なんだろう、どれぐらい追い込まれたかっていうと、売れなさすぎてやばいって言うね、売れなさすぎたらクビだよみたいなポジションだったわけですよ。うん、やばかった、マジでやばかった。で、そしたらさ、お金もないじゃん、やべえよやべえよみたいになって、あの本屋行ったんです。どこだったかな、なんか紀ノ国屋書店かとかわかんないけどなんか行ったんですよ、ツタヤだか、ハーバード大学のやつはツタヤで買ったんですけど、どうだったかなで、これをなんだろう、読んだ時に背表紙とかに書いてるんですけど、こうやって背表紙に書いてるんですけど、なんだろう、まあ、ちょっと帯を読みますね。ジョージ・ラードの成功の秘密を知りたいと思ってこの本を読んでいるなら直ちに忘れろって書いてあるんですよ。今すぐ本を置くことだ、いいことを教えよう、秘密などない、近道も奇策もない。私がこれから教えるのは自分の頭と才覚で成功する方法だ。それ以外の方法があると思っているならすぐに忘れろ、そんなものは幻想だっていうのを見て、わあこれ本物だわって思ったんですよね。で俺ジョージ・ラードのこと全然知らなくて、ちょっと読んだら、えこいつギネスブックに載ってんのって。まあざっくりですよ、ざっくりな内容を言うと、ざっくりですから、なこれは読んだ方がいいです。で割と覚悟がいります。あのこの本の正しい使い方としては、リフレクションを完璧にやらないという意味がないです。なので私は才能がないから、多分才能がなかったからだけど1位は取れなかったけど、もう才能がある人がこれを使ったらいいんじゃないですかまあいい、多分すごくいいことになると思います。ちなみにジョージ・ラードは他にもですね2冊ほど出してるんですけど、私が使ったのはこれです。あの私に売れないものがないっていうのと、あのもう一つ何だろうな、営業の新しい白いやつなんですけど、があるんですけど、私はこのやつしました。何だろうな、ちなみに500ページあるんです。でなんだろうな、1ページ1ページ読むごとにドンキで頭叩かれるみたいな感じを耐えれる人なんだろう、うん、進めてもねみんな読まないんだよね。多分買った人いるかもしれないんだけど、多分読み終えてないんだ、やっぱ見てるとやってないもん。だから本気で人生変えたいならこれがいいです。めちゃくちゃ多分人生、もうめちゃくちゃ人生は変わります。ただやるには覚悟がいりますね。めちゃくちゃハードなことを求められるので、まあなんたってこの人オイルショックの時に車を世界一売ってますからね意味わかんない。しかも13年間だったかな、ギネス記録に載ってますからね。世界一売れないものを売った男、すごく商売が難しい車のディーラーなんですよ。わあきつい、でかいもん金額が、あ何百万でしょうこれはやばいですよ。ただ言っときます、本当に覚悟がいります。この本はあのちょこっと読んで分かったっていうような世界のものではないです。これの本当の価値を引き出すには相当な覚悟がいります。覚悟もいるし厳しさが必要になります。でこれができる人は人生が変わるっていう感じです。なのでなんだろう、飛ばし読みをするような本でもないし、熟読して満足するものでもない。でこれを使って
しっかり確認する、反芻する、でそれでまた読み返すっていう本です。なのでなんだろうな、あるでしょ、よくわかんない、なんかこれやったら売れますよみたいなてかお前売ったことあんのよ誰だよこいつ、経営コンサルタントみたいなさ、インフレもデフレもわかんないやつが言ってる、これ大丈夫とか言ってさ、あ、わかんない、何だかの教材でさ、これで売り上げが上がりますあー腹立つとかいうのとは全然異質なものです。実際に結果を出して、結果を出してギネスブックに乗り、厳しい時に続けている人で、この人は本当本物です。本物、俺絶対勝てないと思ったもん絶対勝てないと思った。でこうジョージ・ラートの本を読んで学んで実践してってだけだから、俺にあの時才能があったわけではなくて運が良かったとかだけだと思ってます。だからすごいのはこのおじいちゃんですこのおじいちゃんがやばい。で出てこないでしょこういうの。これジョージ・ラートのね本をね紹介してるね YouTuber 見たことないんだよ。いや多分本物知らないんだと思うんだけど、言わないよね俺ねジョージ・ラートの本はマジでセールスのなんだろうな、基本的にはセールスのなんだろう、まあそれは言い過ぎか、あの教科書としてはもう最高にいいです。でただしですよ、ただし今の時代に 100% マッチしてるかっていうと違うところはありますよ。もちろんブランディングのところまではっていうか この時代に書いてて、この時代に書いててブランディングのところまで行ってんだけどすげえなっていう話なんですね。独学でしょみたいなでそこで何だろうな、まあ今の SNS の商売の仕方であったりとか、まあ今風に言ったら要はオンラインサロンとかメルマガとかそういうところももう組み合わせるのをどちらかというとお勧めしますね。もしやるのであれば、やるって、まあ、結構ハードルめちゃめちゃ高い。これは正直なんだろう、出し惜しみではなくて紹介しても意味ないかなと思ったんだよね。大概の人が読み切れないで終わるか、読んでもう実践しないで終わるから、実践しないと意味がない本、これは実践しないと意味がない本。まあ本って本当はそうなんだけど、本は本とか知識っていうのは何かを成すための行動の手段だからさ、知識って何かを形作るさ、まあ、家建てるなんか原能とか釘とかさ、トンカチとかさ、そういうものなんですよ本来ね、知識っていうのは。だから目的があってこれを使うっていうのを本来はするべきです。なので言っておきます、これ割と覚悟がいります。ちょっとしつこいようですけど、なんだろう、買ったからできなかったとか、読んだけどできなかったって言っても、それは絶対これが悪いんではないです。それはそういう読んで満足しちゃったんじゃないですかって話になるので、だおすすめはしますが、めちゃめちゃ売れてますけど、この通りにやってる人はものすごく少ないです。おそらく10万人に1人ぐらい、頭いかれてるやつしか多分やらないですだって体重絞れて書いてるからね、これね、営業の本で俺本当に言われた通りに20キロ痩せたからあの時マジびっくりだね。健康とは何かとか、なんだろう、ほんとね、ビジネスの基本のことをほんとによくね書いてくれてる本、これは本当にね
売れてない営業マンだけじゃなくて経営とか厳しいとか、まあ今これを真似てるところあるんだよね。ループ電気とかも実はこれちょっと多分読んでる。ああ読んでんだなーって思って、まあ、だからそういうところも使ってるような本です。で、まあおすすめは、私は本当は新しく買ってもいいのかなと思うんですけど、実はこれ私もともと使ってたのはボロボロになって中古で買ったんですよ。まあこれだけ状態がいいんだったら、まあそんなに読んでないんだよね。俺読んだ時はボロボロになるぐらいまで読んだんで、何十回、100回以上は読み返しました。できる、それぐらいできないんだ。で、まあ1400円で買う必要はないので、500円で売ってたものなので、ぜひ500円ね。なので全部合わせても多分1100円を超えるので、送料無料にはなると思います。なので、それぐらいの投資はちょっと今年してみたらどうでしょうか。あれだけだって売ったらできるでしょ。何十万もさ、毎年浮くように言って、あれ10万とか言ってるけど、10万じゃないからね、もう俺上げてるの全部やったら。何万さ、30万とか40万とかいくよ、全部やったら。で、その中のさ、たかだか2、3000円さ、人生良くなるって言ったらさ、やった方がいいよ。しかもこれさ、あれだから、俺が売り出してるものではないし、全然俺の利益になってねえんじゃねえかと。まあ利益求めてやってないからいいんだけど、これは本当にいいです。ただ本当に、なんだろうな、あ、劇薬物 例えば、これ本なんだけど劇薬物で、これをちゃんとやれる人は、なんだろう、何でもできる 多分何でもできるって思える、本当に自信持てる本なので、ぜひ買ってください。買ってください。まあ、欲しい人は買ってください。覚悟がある人が買ってください。宮城自転車。ぜひ、2倍速で、ラジオのように、Bluetooth で聞いていただければと思います。では、立て続けに3本ですね、動画を撮りまして。本日が1月4日、本日、私の仕事始めてございました。では、ご視聴ありがとうございました。では、お年玉的な 稼いで稼いで幸せになってください。では。